もっとクラクラで簡単に全開できる方法ないかな。簡単に全開できる方法ですって。誰ですかあなたは。私は日本クラクラ公式。簡単に全開できる方法なんてあるわけないじゃない。ほんとバカバカクラ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 。日本公式にこんな人いない。はい、どうも皆さんこんにちは。今回はこの編成をお送りしてみようと思います。かがちゃんのーけすけ実況のーけすけです。ポン。ということで、どんな編成かと言いますと、はい、こちらめちゃくちゃ遅延編成、超遅延編成でございまーす。はい、こちらの編成はね、昨年ですね、タウンホール15が出た時に、フロスティと、そしてディギーとバトルドリルがいっぺんに出てきたんですよ。で、そこでね、まあ、ディギーとバトルドリルは防衛せずスタンさせますよね。で、フロスティは、まあ、スロー効果ありますよね。で、超遅延編成っていうのをやったんですけども、今回のアップデートで、アチャクイのフローズンアロー出ましたね。防衛せずにスロー効果を与えます。なので、もうこの4つを入れた、超遅延編成、こちらね、もうね、めちゃくちゃ強いと思います。っていうか、海外の動画で磨きたんですよ。超遅延編成。はい、もう脳筋でルートライダー編成で、もうさらに強くなったっていうことなんで、ルートライダー延命できるっていうことなんで、今回はこちらの編成で、レジェンドリーグリアルタイムアタックやって、どれぐらい強いかっていうのは皆さんにお届けしていくと思います。なので、各動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドお菓子の先行プレイ動画とか、チャレンジこれを動画にしていきますんで、最新情報一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速、フローズンアロー、ディギー、フロスティ、バトルドリルを加えた超遅延編成やってみましょう。レッツゴー。課金される際は右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援でクリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい、それではレジェンドリーグリアルタイムアタック参りましょう。はいはいはい、あ、なんかいびつな形だな。ちょっと待って、レジェンドリーグ対象陣多いんだけど、今回ちょっと非対象陣だから、ちょっと待って、どう攻めようか。この辺攻め方ね、この辺ですね、ボックス型剣の配置に強いんだけど、非対象陣にはね、ちょっと攻め方もわかんないから、ちょっともうこっちからいいか。ちょ、とりあえずイーグルを降りたいから。はい、ルートライダーでターゲット取ってあげて、で、サイドをネクロマンサーに流していく形。で、こっからね、はい、ルートライダー入れていきます。ちょっとね、あれです。忙しいね、忙しい、忙しい。はい、ね、この、こっからの攻め方いいのかな。とりあえずイーグル砲先に潰しからこっちからいきます。で、もうここからもう全部出します。はい、で、こっから、はい、遅延です。遅延しまる。はい、イーグル砲も今止めたの見えます？で、援軍にポイズン当てて行ってあげて遅延させていく。からぬからぬ。はい、なんかいろんな遅延がいっぱいごぞらませになっていきます。で、さ、ちょ、ここに入れちゃって行ってあげて、モノレスのタゲ取ってあげて、タゲ取りじゃないか、ちょっとフリーズ必要だな、ここ。フリーズかけていきます。で、こうやってね、四方八方、はい、広めに見ていきます。広め見てってあげて、で、フリーズ当てれない場所とかもあるじゃないですか。ちょっと今フリーズいろいろ当ててるんですけど、フリーズ当てれてない場所も、はい、今ね、ボノリスも、スロー効果入ってます。はい、ボノリスにはスロー効果入ってて、行ってあげて、ちょっと忙しいな、忙しい。いろんなとこ、いろいろ見て、でもこうやって引いてみてると、はい、皆さん、いろいろスロー効果とか、スタン効果入ってて、いろいろ遅延できてるの分かります？はい、アチャクイもボムタワー今遅延させてるし、あ、今バトルドリル割れましたね。で、残ってるのが、ウォーデンのフロスティも今、フロストマイトいろいろ散らしてくれて、で、いろいろね、いろんなボイス遅延させてくれるんですよ。これですよね。で、やっていけば、はい、前回、あ、いけるな、強いな。そう、フロスティ、最近、ウォーデンにディギつけるバージョン多いじゃないですか。ね、ロイちゃんにスピードフォックスつけて、で、ウォーデンにディギみたいなパターン多いですけど、まあ、そっちでも全然いいですけど、今回のパターンだと、フロスティにフロストマイトが、フロスティの攻撃以外にもフロストマイトがいろいろ散ってくれて防衛術を遅延させてくれるっていう効果もあったりするんですよね。はい、なのでこんな感じで前回、はい、来てしまいました皆さん。はい、これが超遅延編成です。さあ、いいですね、ボックス型配置出てきました。そうそう、こういうのよ。なのでサイドに、はい、出していきます。で、ここはもう中央に、はい、スケート呪文で一瞬ターゲ取ってあげてからのルートライダー、はい、面出して、で、最初がちょっと忙しいです。最初はもうめっちゃ出さなきゃいけないんで忙しいんですけど。で、ここで初手トーム。はい、火力高いところ。はい、イーグル砲のところ。とかを、
こうやって当初で止めて乗り切っていってあげる。いけ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 。で、はい、中心部分レジかけていって一気に止めていってあげる。さあ、こっからです。いろいろフリーズ、待って、あ、サイドが残ってんで、ちょっとサイドにフリーズ使っていってあげます。ちょっとサイドに、遅延軍団が行ってないんで、ちょっとサイドにフリーズ打ってあげて、行きつつ、ノモノリスも打ってあげて、で、ボーエング出てきたんで、ここにポイズンを当てていきます。はい、遅延させていきます。で、さあ、で、あとはね、タウンホール、重点的にね、これ、やっていきましょう。これ、コミーさんが、動画にしてた編成なんで、はい、やっていきます。タウンホールずっとフリーズって言ってたんで、はい、やっていきます。さあ、で、これでやっていくと、さあ、まだ、いや、ちょっと待って、ユニット全部溶けてんな。やばい、溶けてんな、溶けてんな、溶けてんな、死んでんな。あー、待って、ルートライダーもう全滅してる。ルートライダーもう全滅してるね。ルートライダー、全滅してるな。これで、どう、できんのか。いや、でも、ババキンとアチャクイが残ってんで、よし、ここからアチャクイの、皆さんお待たせしました。フローズンアロー。はい。フローズンアローの強さ見ていきましょう。どう？待って待って待って、回収用のユニットが出していきつつの、さあ、どう？フローズン。あ、フロー、いや、強いな、火力も高いし。あ、いや、強いな、フローズンアロー。本来死んでるはずのイエティとかまだ生きてんもんな。いや、こっから止めていく。こっから止めて、延命力半端ねえな。延命力半端ないな。で、ユニコーンもついてるわけじゃん。マストで。いや、これ終盤さ、終盤の生き残り力やばいぞ。フローズンアロー。さあ、で、ちょっとテンパってる、テンパってフリーズ一発使ってなかったんで。さあ、これ、はい、もう止めていきますわ。じゃあ、そしたら。で、行けば、はい、来ました、前回。ユニット溶け切った後でも、この超遅延のフローズンアロー、ほんと強い。では、お次行きましょう。しつつレベルは上がってる。まあ、タウンホール16ですね。16。あ、ただ、超団体砲とあれか。マルチアーチャーではないのか。いや、まあ、でも、しつつレベル、タウンホール16レベルのクロスボウあるんで、普通に、普通の15カーストよりも火力が高い。はい、普通に強いです。行きましょう。で、サイドのシングルインフィタワーに今ね、スケートを落として、今、竹取っていきました。はい。で、あー、援軍ラバか、嫌だな。援軍ラバか。まあ、ちょっと一旦これ、レイジ使ってって加速させていってあげながら、さあ、行きます。フリーゼどんどんで、ね、固めていきます。はい。行ってあげて、ちょっと左側にヒーロー寄ってんが、右にロイちゃん出します。はい。出してってあげて、行く。で、ちょっとモノリスがババキン打ってるんで、今止めていきます。で、行けば、ちょっと、ロイちゃんがモノリスに捕まって、あ、もうラバに捕まってんの嫌だな。嫌なんですけど、そうそうそう。こっからちょっとフリーズもう一回やっていくか。行きます。で、まあ、遅延させていきます。フリーズ使わなくても遅延できてます。はい。で、さらに遅延させていく。で、その間もフロスティとかアチャクイがどんどん遅延させてるんで、はい、もうどんどん止めていきます。はい、どんどん止めていきます。ちょっとプレイに集中してるんで、何がどこを止めてるか皆さんちょっとよく見といてください。ちょっと集中してるんで、超遅延編成って言ってんのに、どこを遅延できてるかがちゃんと見れてないです。多分皆さんもごちゃごちゃしてわかんないと思います。ですけど、ただ、はい、いろいろ遅延できてるおかげで、めっちゃルートライダー生き残ってます。ユニットの生き残り方半端ない。はい、こういうことです。全然生き残ってんな。はい。こんな風に余裕で生き残って全開ができるっていうのが超遅延編成ですね。いや、ほんと簡単で、もう最強やん。まあ、ただルートライダー編成なんで、はい。動画にすると、もうルートライダーええってっていうコメントつくんですけどね。ですけど、いや、まあ、簡単で強いんだったらもう、紹介しない手ないんすもん。では、参りましょう。続いては、OK、タウンホール16、超弾大砲もマルチアーチャー弾もありますんで、いいですね。はい。こういうところに強いと思います。いきます。ルートライダーをね、サイドに1体ずつ出して、ネクロマンサーに1体ずつ出します。で、そっからもう中央、はい、飛ば出し。で、やってて、待って待って、スケートの呪文でタギトンの忘れてた。忙しい、忙しい。最初がね、ここ忙しいですよ。まず中心部分忙しい。はい、初手トーマ当てていきます。で、ここからさ、レイジ加速させていって、突っ切れ、突っ切れ。はい、トーム中にも、はい、突っ切ってって言って、で、トーム切れた後です。はい、フリーズを一旦落とします。ちょっと奥。ちょっと奥にフリーズを落としてってあげます。はい。手前はね、超遅延部隊たちが止めてくれるんでいいんですよ。ちょっと奥の強い説を止めていきます。はい、コツは。これでちょっと奥の強い説たちを止めていきます。
で、手前の方はバトルドリル、フロスティ、フローズン、ギギが止めてくれるんで、はい。で、ちょっと奥をね、止めるっていうのがね、ちょっと、やってて気づいたコツです。はい。コツ。ちょっと奥ですね。はい。で、やっていきます。そうすると、で、ちょっとね、ディギ止めてるって言ったけど、ロイちゃん出すの忘れてました。はい。だけど、やっていけば、はいはいはい、最後フリーズ使っていってあげれば、もう余裕だ。はい。はい、超遅延。もう遅延証明書もらわないといけませんよ、攻められた人は。この攻めやられた人はね、遅延証明書をちゃんともらってくださいね。はい、遅延証明書もらってね、会社や学校に提出してあげてください。そうすれば遅刻はね、許されますんで。はい。で、行くと、楽しいね、コント納金。納金簡単全開。これレベルマックスですけど、まあ全然レベル、そんな高くなくても使えると思います。ケースケ実況局では、ただいまクランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい、そんな感じで今回はね、フローズンアローをさらに加えた超遅延編成やってみたっていう動画をお送りしていたんですけども、まあ強かったですね。防衛せず全然攻撃させない。もうフリーズを打って止めて、で、まあ切れてる間に、まあ他のね、バトルドリル、ディギーとか、フローズンアロー、フロスティが防衛せずをね、こう送らせ、こう攻撃速度送らせて、で、ルートライダー守ってくれるっていうので、まあ強かったですね。納金でもほんと取れると思いますんで、フローズンアロー早速アンロックされた方、ぜひともね、使ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで、コイフィンクアカー動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあチャンネル登録してないよーってやりました。ぜひもチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったらグッドボタンやコメント、友人やクラメニシアの方よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。